皆さんおはようございます。2日目の朝っていうかもう昼なんですけれどもね、キャンプ場からはね雨も降ってきたっていうこともあって急いで撤収しまして、それで昨日の晩はねお風呂に入れなかったので極楽湯の彦根店にやってきました。でまあここでね一風呂浴びて大天下一品でラーメンを食べて、それで本日の活動をこれから開始しようというところです。本日はですね、さらに北上していきまして、ここ彦根からさらに北ですね、もう琵琶湖の北の端のその先端にね、位置する余呉湖というね、湖に行きたいと思います。ひとまずは本日はね、まあ、せっかく雨ということもあるので、雨の日にしか撮れない絵っていうものをできるだけ撮っていこうかなと、まあ、ポジティブに考えていこうと思います。その後、西に向かってメタスコイア並木ですね、結構有名なスポットだと思うんですけれども、こちらに行こうと思います。ここからまたね、キャンプ場の方を予定しておりますので、まあ、キャンプ場の方でまた一泊すると、それでは2日目の方ね始めていこうと思います。ではエンジンスタート。RX の4連続だ。わあ、めっちゃいるすごいすごいな。3色かなと思ったけどもそれどころじゃなかったですね。 RX の変態ですよね。8台くらいいましたよね。すごいな。さあ余呉湖もう少しで到着です。ここ到着です。ちょうど駐車場になってるみたいですね。さあそしたら降りてちょっと散策してみましょう。さあそしたら余呉湖をね、せっかくなんで一周してみましょうか。レストランもあるんですね。いい雰囲気出してますね。こういうところで食べるのもいいですよね。奥までは行けないと思いますが、いやなかなか歩きありますね。もうちょっと前まで、いやもうちょっとギリギリまで行けそうか。出ますね。わだちもありますから問題なさそうです。さあ水に突っ込んだりもしませんよ。なちょっとここは道が悪いですねでこの左のねこの緑地がすごく綺麗なんですよ。映ってるかな、どれだけ伝わってるかちょっとわかんないですが、さあちょっとここも泊まってみたいな。サラオグルバの群生地です。奥の林といいね、これはなかなか幻想的な雰囲気ですよ。
あ、ここか。お、ここだ。おお、すごい。うわ、いきなり来たな。うわ、これ立派だわ。あ、これはすごい。こんな感じになってんだ。すごいな、すごいな、すごいな。うわ、いきなり来たから感動しちゃった。すごい感動しちゃった。あ、ここもそうだ。うわ、すごい。いや、これ有名にもなるよね。うわ、すげー。うわ、すげー。これ休憩してもいいかもしれないですね、コーヒー屋さんでね。あ、猿がいますよ、右に。ちょっと皆さんお見せできないんですけど。うわー、これはすごいですね。ぜひね、ちょっとオープンで走って景色をお見せしたい。いやー、これすごいですよ。雨も相まってすごく幻想的です。明日ね、晴れてくれればオープンで走れるんだけどな。マジで綺麗だな。ため息が出るほど綺麗だよ。いやー、これはすごいわ、本当に。うわ、この登って登って登ってで、それは邪魔。それはさすがに。それはさすがに邪魔。
マジでうめ。ほんと米が足らんわ。米完食です。この美味しいもの前に飲まないわけにもいかないんで、レモンド、ね、飲んでいっておきたいと思います。よいよい、固くない硬いよ。いただきます。あ、ぬるくてもうめえわ。じゃあね、しめ鯖二切れいっちゃおう。本命はね、やっぱレモン丼だとこっちなんじゃないかな。抜群だな。このつまとかも食べちゃうか。おっと、軽くなっちゃう。めちゃくちゃうまかったです。ごちそうさまでした。そしたらね、早い時間ですけど、今日はもう疲れたんで寝ようと思います。明日晴れればいいな。まだ晴れそうですけどね。夕焼けも若干ですが見えたので、明日すごく楽しみです。